皆さん、こんにちは。NPO 法人ソンリッサー代表理事の萩原と申します。本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。はい、それでは、まず研修プログラムの紹介をさせていただければと思います。最初にですね、私たち NPO 法人ソンリッサーについて、ご説明させていただきます。私たちは一人で抱えずに優しいつながりがあふれる社会を作るを目指す、ビジョンとして掲げておりまして、高齢者の孤立孤独を笑顔に変えることを目的に、事業を実施しております。地域福祉に貢献したいという思いを持つ孫マネージャーやボランティアの方など、総勢50名が在籍しております。簡単に、そのリストはどのように生まれたのかというところをご説明させていただきます。これは、私自身が孫としての経験を持ちながら、高齢者の方と関わっていた原体験になります。もともと私自身、幼少期に核家族で育ちまして、辛いことがあったりとかですね、親に怒られると、よくおばあちゃん家にですね、自転車で行って、ひたすらこう愚痴とかですね、こう今の思いっていうのをおばあちゃんに聞いてもらっていました。で、そこで本当に祖父母との関わりっていうのが、自分にとっての居場所になっていまして、本当に無償の愛を受け取っていました。小中学生の頃になると、地域行事への参加ですとか、地域の将棋クラブに所属をしたり、地域の人や高齢者の方からですね、愛情を受け取って、本当にこう地域が好きになっていました。高校生の頃にですね、会社を経営していた祖父が亡くなってしまいまして、祖母が一人暮らしになってしまいました。祖父が生きていた頃は、本当に生き生きと、生活をしていたのですが、家に引きこもりがちになってしまいまして、外との接点もなくてですね、僕が孫として訪問したときに、外から見ると、おばあちゃんが暗い部屋で、テレビもついてなくて、電気も暗い部屋でぼーっとしている、そういった様子を見ながら、扉をですね、開けて、おばあちゃん来たよっていうふうに関わっていました。その頃にやっぱりおばあちゃんから、本当は寂しい気持ちもあるんだけれども、現状仕方がないんだよねっていう言葉を聞いて、自分自身すごくその時にやるセンサーを感じて、何か少しでも解決したいという思いがありました。そして2017年、22歳の頃に NPO 法人ソンリッサを設立しました。これも私が今まで地域だったりとか、祖父母や様々な高齢者の方からいろんなものを受け取っていたので、それをやっぱり還元したい、地域に貢献したいという気持ちを持って、ソンリッサを設立しました。今現在29歳になって、本当に様々な方に支えていただきながら、活動ができていると思います。で、ソンリッサの事業概要はですね、高齢者に優しい持続可能な地域運営の実現を目指して、2つの柱で事業を展開しています。1つは、今回ご紹介させていただく認定孫マネージャー育成プログラムになります。ソンリッサが若者と地域を結ぶハブとなって、長期的に貢献できる人材の育成、および育成した人材の地域課題の、解決の促進を目的に実施をしております。また、普段、高齢者の方を対象としたサービスも展開しておりまして、高齢者見守りコーディネートサービスの頼りですとか、御用聞きの訪問を実施していたりとか、様々な地域健康サロンを、多数運営させていただいたり、大利根町というですね、高齢化率の高い場所では居場所相談支援事業という、毎週場所を空けてですね、本当に独居の方が集まれるような居場所を運営しておりまして、年間1500名以上の高齢者の方が参加いただいております。はい、ありがとうございます。では、改めまして、孫マネージャーとはについてご説明させていただきます。山本知事からもおっしゃっていただきましたが、地域福祉に貢献したい若者というのはたくさんおりまして、例えば今日の発表者のようにですね、地域の課題や現状に違和感を覚えていたり、地域活動や世代交流に関わりたい、地域で何かを始めたいけれども、具体的にどうすればいいかわからないという思いを持っている若者はたくさんいます。このようにですね、モチベーションもポテンシャルもあるけれども、地域福祉との接点を持てていない若者がいます。一方で、社会とのつながりのない高齢者は、話し相手がいなかったり、誰にも気にかけてもらえなかったりとか、生きがいなんかがなかったり、人に頼れず一人で抱えてしまう状況があります。他者や地域からの興味関心の目が向かずに孤立してしまう現状があります。私たちは孫マネージャーの育成によって分断されている2者をつないでいきます。地域貢献したい若者は孤立する高齢者に対して孫のような自然な日常性の関わりを行います。
高齢者の方は若者との交流によって笑顔になったりとか、おせっかいをかけたり、相談に乗ります。若者にとっては、高齢者の方と関わることが居場所になっていきます。高齢者の方にとっては、孫のような存在ができます。高齢者は日常に話し相手が増え、笑顔が増えます。高齢者は若者に知見や学びを伝えていきます。それによって、生きがいや社会的役割につながって、地域社会につながっていきます。一方で、地域貢献したい若者は、高齢者や地域から愛情や文化を受け取り、他者や地域への貢献心が自然に育ちます。高齢者や地域の実情を知り、貢献心を持って社会に出ていく糧となっていきます。この状態が実現することで、他者や地域や他者に興味関心を持った若者が地域に入り、高齢者が生きがいや社会的役割を持って地域とつながることで、一人で抱えずに優しいつながりが溢れる社会になると思っております。これを群馬県で孤立している高齢者の方々がですね、若者がたくさん入っていくことで、若者と高齢者が交流をして、つながりが溢れる、そんな群馬県にしていきたいと思っております。では、認定孫マネージャー育成プログラムの概要になります。はい。まず、プログラム概要は、ソンリッサの持つ経験とネットワークを活かしたプログラムになっています。全国の一流の地域福祉に関わる講師陣から事例や対話を通して学んだりとか、様々な思いを持った多様なメンバーと切磋琢磨していきます。本日もお越しいただいておりますが、行政や地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、大学の先生方から地域福祉について直接学んでいきます。体系立てた研修プログラムと個別フォローによって計画策定、実践までを学んでいきます。個別メンタリングの時間も用意しておりまして、自分の思いややりたいことをメンターと共有して言語化していきます。高齢者に孫のような距離感で関わり、ご本人のニーズに即した形で地域資源を適切にマネジメントするというマネージャーの役割を果たせるように、孫マネージャーは任命しました。例えば、以下のマインドやスキルがある人材になります。自分の思いややりたいことが地域活動にどのようにつながっているのかを言語化して、分かりやすく人に伝えることができる。ステークホルダーと連携し、社会資源とつなげられるコーディネートを行えるスキルを持っている。信頼関係構築のために相談する、頼るといった自己開示が自然にできる、などの特徴を持っています。孫マネージャーの育成ステップは以下の4ステップになっております。まず1つ目が自分を知るです。まず自分の思いや課題、違和感を言語化していって、そこから社会に対してどのような価値を提供していくかを言語化していきます。その次に、とはいつつ現場には地域の方々からの声を聞かなければいけません。なので、地域課題や制度、地域の関係者の方との対話を通して地域への理解を深めていきます。その次に現場を知るというところで、実際の地域の現場に、ソンリッサの現場に入って、高齢者の方との関わりを通して、高齢者の方の気持ちや生活、背景を汲み取っていきます。最後に自分の思いをぶらさずに仲間と共に計画を立てて実践をしていく、そんな4ステップで進めていきました。半年間、9月にキックオフをして、半年間、さまざまなプログラムを実行しながら、現場を知ったりとか、実践をしたり、個別メンタリングを行いながら、長時間かけて、プログラムを、研修生は学んで、切磋琢磨してきました。まず、自分を知るではですね、地域活動を実践するために、自分についての理解を通して、自分の思いややりたいことを明確化する狙いがあります。活動テーマ棚卸しのワークの作成、ブラッシュアップ、ライフチャート作成、また、東京で医療福祉の人材を育成している秋元嘉愛様に講演と対話をいただきながら、自分自身の思いを言語化していきました。地域を知るでは、地域課題や制度、地域を取り巻く関係者との対話を通して地域の理解を深めるというところで、栃木県で高齢者の孤立孤独を若者と共同で実施している一般社団法人縁側の浜野様からの講演や、社会的処方といわれる、地域の社会資源に、高齢者の方をつないでいくという社会的処方の著者の西先生にも、講演と対話をいただきました。また、本日もお越しいただいております、民生委員の皆様、長寿社会づくり推進課の皆様、地域包括支援センター、社会福祉協議会の方々とのディスカッションを通して、現場の制度や現場の課題、孫マネージャーに求められることなどを
学ばせていただいております。現場実習ではですね、皆さん、ソンリッサの、サロンに参加されながらですね、自分の構想したプログラムを実践してみたりとか、アンケートを実施したり、高齢者の方からお話をお聞きしながら課題をヒアリングしたりと、多くの実践を積みながら、高齢者の気持ちに寄り添ったプログラムをどういうふうにすれば立ち上げられるかというところを考えていきました。実践をするでは、本日お越しいただいている千葉直樹様から事業計画ブラッシュアップのレクチャー、また、孫マネージャー同士のピアフィードバック、また個別メンタリング、そして中間発表会でも様々な有識者の方からコメントをいただいてまいりました。本日参加している受講生の振り返りのコメントを抜粋してお伝えさせていただきます。できないかもしれないからと諦めていたことにチャレンジしようと思いました。自分の理想だけでなく、きちんと地域の方々や身近な人の声を大切にしていきたいと思います。一人一人が違う人生を歩んでいるということ、一人一人に向き合っていくことが大切であると改めて感じました。人それぞれに物事の捉え方が異なり、自分の考えだけでなく、様々な人に考えを聞いてもらうことで、より良いものが生まれることを学びました。自分がコアとなって地域づくりをしていくときに、実現したい思いの強さと、行動したい人同士のつながりを作っていくことが必要と感じました。というコメントをいただいています。本プログラムの1期生は7名が終了予定になっておりまして、1期生は10代から20代の男女の若者で、平均年齢は24歳になります。専門性に関わらず、独自の領域、ソンリッサの領域で多様なプロジェクトが生まれましたので、この後の孫マネージャーの、認定孫マネージャーの発表をぜひ楽しみにしていただければと思います。今後のプログラムを楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。